北国新聞ニュースをお伝えします野戸空港と台北を結ぶチャーター便が今年9月と10月に合わせて6便運行されることになりました台北とのチャーター便は台湾最大手の東南旅行者が企画するツアーに伴い運行されコロナ前の2019年5月以来およそ4年半ぶりになります 台北発のツアーは、9月29日と10月3日、7日、11日から、いずれも4泊5日の日程で実施され、野戸や富山、岐阜などの観光スポットをめぐるコースが計画されています。チャーター便は、9月29日の戻りの便と、10月3日の訪日便が野戸空港以外を利用するため、合わせて6便になり、 中華航空の機材を使います台湾からはおよそ600人がツアーを楽しむ予定で奥能登国際芸術祭や能登鉄道への乗車などを通して地震に見舞われた奥能登に活気を与えてくれそうです。石川県の担当者は「奥能登の魅力を知ってもらう良い機会になる」「今後さらに能登への送客が増えることを期待している」と話しています。 北陸新幹線が鶴ヶまで伸びる来年春に向け今年10月から観光誘客キャンペーンが実施されることになりました JR 西日本は昨日香川市内で開かれた北陸誘客促進会議で来年秋に行う大型の観光宣伝事業北陸ディスティネーションキャンペーンのプレイベントとして ジャパニーズビューティー北陸の実施を発表しましたプレイベントのキャンペーンは新幹線の鶴ヶ延伸を前に北陸三県と北陸経済連合会それに JR グループが今年10月から半年間を行い美観や美食など5つの美をテーマに秋と冬の観光情報を発信しますこのうち石川では国民文化祭に合わせて 金沢城公園を光のアートで飾る体験型イベントや北前選手の集落を散策する加賀市橋立地区のツアーが設けられます誘客促進会議では新幹線の延伸で富山・敦賀間がおよそ1時間で結ばれることから周遊観光の促進に期待を寄せる声が上がっていました。9月の金沢踊りに向け 金沢三茶会街の芸古集がかつら合わせを行い大舞台へ気持ちを引き締めました昨日のかつら合わせは北国新聞交流ホールで行われ東西和江町の三茶会街から金沢踊りに立ち方として出演する芸妓が集まりましたそして京都の祇園にある八木源かつらの八木隆社長など4人が それぞれの頭に合わせてかつらの土台を調整し芸妓たちが大舞台へ表情を引き締めていました北国新聞の創刊130年を記念した第20回の金沢踊りは金沢出身の文豪泉鏡花の生誕150年にちなんでアれ姿鏡花華絢爛と銘打って鏡花の6つの作品を舞踊絵巻で表現します 金沢踊りは9月15日から4日間、県立音楽堂邦楽ホールで、午後1時と午後4時の2回、公演があります。道の駅に立ち寄ってもらおうと、石川、富山、新潟3県の施設を紹介するカードが、今月21日から販売されることになりました。 カードを集めたり交換して楽しむトレーディングカードが人気になっていることから北陸道の駅連絡会は3県をめぐる人を増やそうと道の駅カードを企画しました道の駅カードには石川、富山、新潟3県にある56の施設が参加しそれぞれの施設のカードはそこでしか入手できない限定品になっています 石川県は26カ所の道の駅のうち能美市の白山さんや小松市の小松騎馬方珠洲市の珠洲塩田村など15の施設が参加し名次第のカードには道の駅の写真や基本情報おすすめの見どころなどが掲載されます。シリアルナンバーー入りのカードは今月21日から各駅 1000枚限定で販売され価格は1枚200円です河北型観宅地で栽培されている枝豆加賀浄化豆が天候に恵まれ良い出来に育ち昨日から出荷が始まっています加賀浄化豆は3県の農家が 河北型干拓地の二点五ヘクタールで栽培し。強い甘みや香りが特徴になっています。このうち、内田町個性で生産する笠間農園は。昨日、茎とさやを分けるさや取りなどの作業を進め。およそ百二十キロを。金沢市中央卸売市場へ初出荷しました。今シーズンの加賀城下豆は天候に恵まれ。 例年以上の仕上がりになり来月下旬にかけておよそ10トンの出荷が見込まれています出荷された枝豆は今日から県内のスーパーなどに並んでいます笠間農園の笠間勝弘さんは大人から子供までたくさんの人に味わってほしいと PR していました旬のものを食べて元気に過ごしたいですね 国新聞ニュースをお伝えしました。